地元でバスケットのジュニア世界選手権があった時のこと。吉野家に行ったら、そこにスペイン代表チームの父兄ご一行様がいて、牛丼を前に途方に暮れていた。スペイン語が少しだけできたので、なんで食べないのかと聞いてみたら、箸がうまく使えない、スプーンあると俺が店員さんに言うと、出てきたのは子供用のティースプーンみたいに小さいやつ。身長2メートルくらいあるスペイン人のおじさんやおばさんが、狭いカウンターで肩を寄せ合いながら、手の中に隠れそうなスプーンでちまちま牛丼を食っている。笑いをこらえていたら、店員の一人が近くの100均で人数分のスプーンを買ってきた。店員の機転で無事に昼食を終えたスペイン人の一人が、日本語でグラシアスはなんて言うのと聞くので、ありがとうだけどこの場合はごちそうさまでしたがより良いと答えると、口々にごちそうさまでした、ごちそうさまでしたと言いながら、満面の笑みで店を出て行った。しばらくしてその吉野家に行くと、スプーンを買ってきた店員がスペインの人たち、あれから毎日のように来てくれて嬉しいんですけど、昼ご飯に1時間ぐらいかけるんです。俺はかえって店に迷惑をかけてしまったかもしれない。先日学生以来久々に都会に行って、友達とインド料理屋さんに行ったんですよ。友達がネットで評判良かったからって教えてくれたんだけど、ここがものすごく親切というか、申し訳なくなるくらいサービスしてくれた。繁盛しているとはいえ、一族労働を引き連れて経営しているのかもと思われるお店でも、なぜか食事途中にオーナー兼コック長さんが出てきて、こちらの料理を観察。ああ、油多すぎますよね、これ日本人の好みじゃない、すぐ取り替えさせますと笑顔で言って、半分以上食べかけのカレー皿人数分をすべて新品に交換してくれた。正直もうお腹いっぱいだったんだけど、でも美味しかった。あとお会計の時、若いインド系のお兄さんに1万円札で支払いったら、こちらとの会話に気を取られたのか、お釣りをそのまま1万円札で返してきた。これ多すぎますよと言ったら、驚いた後、日本のお客さんって本当に正直ですよね、だから日本大好きみたいなことを片言でも満面の笑顔で言ってくれた。それからはスーパーでお釣りが多かった時でも正直に申請している。